どうもー、K、チャンネルです、えー、今日はですね、ツワイスはツワイスから編をお送りする予定でしたけど、ちょっと石ずらしてね、えー、別な枯れ物の世界というのをね、やってみようと思います。なんでだっていうと、えー、枯れ物っていうテーマがね、あまり先にしちゃうと枯れちゃうからね、枯れちゃうから。ということで、始めてみたいと思います。はい、カメラと、ね、レンズはこんな感じ。カメラは XE3。で、レンズはツワイスの t イ i ト e 3 2 m m と。 なります、はい、枯れ物の世界とはね何かまあえー、と私自身もね実はね教えてもらったんですよねこういうのがありますよっていうのね教えてもらった世界でだからまだまだ知らないことがたくさんある知らないことがたくさんあるといいですね発見もいっぱいありますね発見もいっぱいあるそういうふうにね考えていただくといいですで冬枯れって、まあ、木のね葉っぱが全部落ちてる状態ありますよねありますあれもね枯れ物の一つじゃない枯れてるわけじゃないですあの木は枯れてるわけじゃないけど枯れ物の一つでいいんじゃないか特にあのね 葉っぱが落ちてる状態これからまあ芽吹きっていう、まあ、3月はね芽吹き3月末から4月にかけて芽吹きっていうのを迎えますけど、まあ、その芽吹きに備えてこう力を蓄えている状態ですよね木がすごく生命感をね感じますそんなところをね感じていただくっていうのもいいかなと思っておりますでまあデジタルのモノクロねすっきり感と相性が非常にいいですですから、まあ、枯れ物、まあ、ごちゃ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 した感じのものとあとすっきりした感じねデジタルのすきっとした感じとまあ共演見せるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思ってます ております。はい。で、えー、まあね写真じゃ見ながらね行きたいと思います。はい。まあこんな感じです。えー、まあカレカってまあ結構乾燥してねカカサカサしてますよねカサカサしてるんですけど、まあそこに光が反射した感じなんかはねすごくこう綺麗ですよね綺麗ですね輝きがね美しくなりますね。まあそんなところをね狙っていただくっていうのもいいんじゃないですか。で、あとね光が当たってねこっち,ちとっ ちょっっっととじじりっていう感じなのかななんかこうし,しっとりよりもっと深い感じをね表現するのもいいんじゃないだからこの時に、まあ、前回もね紹介してますけどこの「トゥーイットの、ね」の深み「ツワイス」の深みっていうのがまたね生きていきます表現力っていうのはね非常に生きていきます今回もね絞りはすべて開放でとっております、はいはい、であの大切なのはね見つけることなんですまあこれ被写体探し全部何,何をとっていても同じ なと思うんですけど見つけるこれ、ね、見つけるの何を見つけるまず被写体っていうのはね当然あります被写体を見つけるっていうのは当然あるんですけど、まあ、それをどんなアングルから撮るかっていうアングルもね結構微妙です結構微妙に違ってきます、まあ、特にこうやってアップにね寄ってるともうカメラ1レンズ1個分じゃないですよねもうほんと微妙なところをね、えー、探していただくことが大事じゃないかなというふうに思っております。 で最初に言いましたけど、まあ、冬柄ね葉っぱが落ちてる状態の木ね、えー、この時はね木の形の美しさなんていうのをねまた見ていただくといいんじゃないかなと思います。じっくりね観察してその形どこから取るとこの美しさ出るかなっていうところをね見していただくっていうのがいいんじゃないかな。 この写真見ても力強さを感じませんがね,ね芽吹きを待ってる状態もう本当にすごい木とか植物がね一番力をこう冬からねこう養分地中から養分力を蓄えてる時期だと思うんですよねでまあなんとなく撮ってるとそれを分けてもらえるようなね気分にもなるんじゃないかな元気になる自分もね元気になるようなねそんな感じがし,しなくもないです。ちょっとバランスをこう どういうふうなバランスで撮るかなっていうのもこれ大事実は大事で,すでそれは標準レンズの楽しみでもあるんですね標準レンズって見た目と同じような感じに映ってしまうでもそれをこうどういうふうにバランス崩すかなちょっと広がり出したいな広角的な感じを出したいなとかちょっと望遠的に出したいなとかっていうのはどういうふうにバランスをね見つけるかっていうことなんですねまあそんなことも一緒にね合わせて楽しんでいただけるといいかなと思います、はい であのまあ、ごちゃごちゃしたのはねもうごちゃごちゃしたので撮ってやるってごちゃごちゃやってやるって撮るんですけど絞り上げてることによってねやはりちょっとボケが入ってそこにボケが入ってきますからすっきりしますねこれもまあ標準レンズね絞り上げられるレンズっていうのの,のまあいいポイントですねそんなところもねうまくいかしていただけると良いかなと思います。はい まあさらにね、こうやってもうしゃがんでいる状態から、こう、ぐっと近づいてるね感じ、こうなると、もうさらに微妙ですね、アングル微妙になりますから、まあ、カメラをこう覗いてからね、探すっていうのも一つの方法なんですけど、まずは自分の目でね、目視でしっかりこう微妙なバランスを探してあげて、ここだっていう時にカメラを構えてあげるとで。そこでまあ富士山ね ミラ,ーレスミラーレスのカメラなんての即拠点をね自由に結構動かせますよね動かしても、まあ、精度が変わらない即拠点の精度が変わらないのでこう決めたアングルでねこうフォーカスロックして動かすっていうこともねしなくて済みますから、まあ、結構便利なのかなというふうにも思っております、はい、でまああのとっておて思ったんですけど今日もちょっとねちょっと曇り気味なんですけど意外とどん天がね この枯れ物には合いますね。で曇天でアンダーにしてあげるっていうのが結構ねこうキリッと立ってきますねキリッという立ち方もいいですしで曇天だとまあこうやってしゃがんでねした背景がね空バッグになっててもグレーバッグみたいな感じグレーのねトーンの中にこうごちゃごちゃ綺麗ないのね枯れ物のが見えてくるそうするとそれを黒と白だけで表現してあげるのでその美しさがね出てくるんですね。 美しさが出るそんなこともねちょっとやってだからドン天というとねなんかあ今日はどうしようかな撮影行きたくないなって群で、ね、思われるかもしれないんですけどぜひそんなと時ですね枯れ物をもう一度見つめていただけると良いかなと思っておりますはいでまとめでございますえ枯れ物はね身近な場所で楽しめますね先ほども言いますけどあー今日ドン天だわ遠くに行くのもあれだなじゃあ近くでブルブラッとやろうかなとかちょっとね今テレワークなんて家でね仕事される方も多いと思うんですけどちょっとお昼 30分でもねちょっとブラッと休憩しようかなそんな時にカメラねちょっと持って手に持って行っていただけると良いかなそんなことをね思っておりますではまた皆様とお会いいたしましょう